皆さんおはようございます大生にお集まりいただき大変ありがとうございます私が本日より始まりました豪地市議会議員選挙に立候補いたしました田田信二ですよろしくお願いいたします<手>皆さん先ほど来小村県議からのお話もありましたが4月から消費税が上がりました市内でお話を聞きますと皆さん大変厳しい こういう声が皆さん一様に返ってきますこういう時こそ豪津市が市民の生活を回らなければならないなのに豪津市はその逆に市民の負担を増やしていますこの4年間を振り返りますと防犯灯の電気料金が全額自治会負担となりました国民健康保険料は2度も値上げされています昨年の12月議会ではゴミ袋ゴミ権の値上げが決められています さらに桜井では水道料金、集落排水の値上げもされています。こういう市民の生活を変えりない政治、こういうものを変えていかなければなりません。この政治の一番の原因は、これまで姿勢を担ってきた田中市長にあります。ただ、この田中市長に何でも賛成してきた豪津市議会にも大きな責任があります。実際に防犯等の電気料金や 国民健康保険料、こういうものを値上げするときに、共産党以外の議員、何一つと何一つとして反対しませんでした。さらには、ゴミ袋の値上げでも一切反対はありません、値上げそのものに反対したのは共産党だけでした。さらには、桜井町で水道料金が上がると、こういうものについて質疑,質疑をしたり、意見を述べたりというものも、共産党以外から一切ありませんでした。 こういう市民の声を無視した政治変えなければなりません。共産党としても共産党として今度の選挙で森川さんと田中真治この二議席を確保して何としてもこの政治を変えていくこのことをまず申し上げまして皆さんのご支援をよろしくお願いしたいとお願いしたいと思います。皆さん共産党も反対ばかりをしているわけではありません。 市民の皆さんの皆ん声に沿った提案をしていかななければなりませんこの提案、日本共産党では市民アンケートを今年の2月ごろからやらせていただいております。この声に基づいた政策の提案をしていかなければなりません。実際に市民の皆さんからは、福祉の向上や定住対策、こういったものに対する具体的なご要望をいただいております。その中から 共産党として次のことを提案していきたい、このことをこの次の4年間で取り組んでいきたいというふうに思います。まず1つは、子どもの医療費の中学校卒業までの無料化です。お隣の大田市では、すでに中学校卒業まで医療費が無料となっています。島根県の西の端、吉賀町では高校卒業までが無料です。子育て支援をすることが 少子化対策として、どこの町でも当たり前になっています。ごうちでも、せめて中学校卒業までの医療費の無料化が実現できるよう提案したいと思います。加えてアンケートでは、この医療費無料化と並んで、学校給食費や保育料の軽減、こういったものも多く声が寄せられています。このことについても、市議会で提案できるよう、頑張っていきたいと思います。次に、定住対策として、 働く場を確保するために住宅リフォームをする際に市から補助金をつける制度です実際に大田市では年間6000万円の予算に対して20倍以上となる12億円の経済効果が上がっています住宅リフォームで家が住みよくなる市民にとっても補助金で 仕事が増える業者にとっても喜ばれる取り組みを行う、さらには致しない空き家が目立つようになっています。この空き家への対策として、この住宅リフォームを取り入れて、定住対策に取り組んでいきたいと思います。空き家の持ち主、家主さんに、住宅リフォームをするための補助金があるということをきちんと示して、その上で家を使わせてくださいというふうに。 積極的に働きかけ、その空き家に若い人に入ってもらう。若い人が入れば、地域での活性化にもつながります。定住対策、雇用対策、地域活性化、こういうことに積極的に取り組めるよう、共産党として提案していきたいと思います。3つ目に、生活交通の充実です。市内では高齢化が進み、車に乗れないお年寄りも増えています。そういっったた方が病院に行ったり 買い物をしたりする際の交通手段を確保するため乗り合いバスや乗り合いタクシーやミニバスこういったものを導入できるよう提案いたします他の町では2,300円で市内を行き来できるこういう乗り合いタクシーをやっている町もありますその一方でゴーツ市内ではタクシー代が高すぎるため病院へ行くのを控えたら病気が悪化してしまったというお話も聞いています こういうことが起こらないように、また生活交通で、生活交通を使うことによって、中心市街地や道の駅、風の国、有福温泉などへちょっと行ってみようと勇気を起こしてもらうためにも、生活交通、何としても充実させなければなりません。こういう方法で街を活性化させていく、こういうことも必要です。何としても実現できるよう提案したいと思います。皆さん こういうお話をすると必ず問題になってくるのが財源の問題です。子どもの医療費の無料化に必要なお金、豪津市でやろうと思うと年間2200万円です。住宅リフォーム助成制度、これは先ほどの大田市の例では年間6000万円でできました。生活交通、これについては、昨年豪津市議会で視察を行った岐阜県美濃市では、 年間4000万円で運行できているというお話も伺っています。これを全て足しても1億2200万円です。この金額は、合津市の年間予算のわずか1%にも満たない金額です。合津市として市民のためにどうしても出せないという金額ではないはずです。こういう市民が本当に必要としているところに予算を振り分け、将来を見通せる合津市を築くために、日本共産党、 頑張っていきたいというふうに思っておりますそのためには何としても2議席森川さんと私ただしんの2議席で提案していきたいというふうに思っておりますそのためには皆さんのご支援ご協力が必要です何としても2期目の議席を確保,確保するために皆さんのご支援ご協力を私ただしんへとお寄せいただきますようにお願い申し上げまして第一声とさせていただきます 皆さんよろしくお願いします。